太白区の八木山動物公園にキリンが仲間入りです。絶滅危惧種のアミメキリンの一般公開が始まりました。来たよ来たよ。キリンさんこんにちは。今日お披露目されたのはアミメキリンの2歳のメスエミリーです。体長はおよそ 3.5 メートル、体重は推定300キロ。人間に例えると8歳程度で、体長はこれから 4.5 メートル程度まで伸びると見られています。心待ちにしていたので、会えてとても嬉しいです。可愛らしいお顔で、早く八木山動物園に投げてくれればいいなと思います。まだ子供なので、これからどんどん綺麗な大人の姿にですね、成長していくところをね、見てもらえたらなと思っております。八木山動物公園にはこれまでオスとメス合わせて3頭のアミメキリンがいましたが、エミリーは繁殖の可能性を高めるため今月8日に横浜動物園ズーラシアから来園しました。アミメキリンは絶滅の恐れがある動物を指定するレッドリストに記載されていて、エミリーは2年後に繁殖期に入るということです。